い、失礼します。はい、おはようございます。滝沢カレンです。今日はよろしくお願いします。今日また徹子さんを思いながらこれにしました。これもしよかったら、あ、なに、行ってきますか。プリン、いろんな味のプリンです。いやー、大変え、ちょっとしたもので、どうぞ。いつもありがとうございます。いただけていただきます。かわいいですね、これ。はい、お花です。ちょっと取れそうなお花なんですけど、取れないのね。取れないようにしてきてます。今日は楽しみで緊張してます。この間も浮気ってますね、あなたね。これ上手だった、大井先生。そうね、大井先生、ありがとうございました。どうです、ちょっと見てて面白かった。はい、もうやっぱりアニメなんですけど、アニメというポワポワ感とかではなくて、うん、やっぱちょっと苦しくなるような、胸が苦しくなってしまうような場所だったり、やっぱり徹子さんみたいな楽しいところ、最初の方は楽しかったりとか、いろんな世界がありました。あ、よかったです。はい、私も見て、そう、面白かったですね。面白かったです、うん、本当に素敵な。で、安田さんのところはちょっとね、泣いてあった。あ、そうですよね、うん、そうそうそう、その通りだと思います。緊張してます。緊張してます、なんで。お久しぶりの徹子のお部屋なんで5年ぶり。5年ぶりです。可愛いね、でもスタートね。徹子さん、ジャケットの水色で買う、はい、ちょっと重いので私が。あ、そんなものなの。瓶がすごく可愛い、マーロンの、うん、プリンなんですけど、もう私ここのプリンが大好きで、うん、瓶がそのまままた使えるっていう瓶。あ、本当だ。こんなことになってる。かわいい、かわいい。そうなんです。いいわね。そうです。だからもう今食べたい、私こういう。あれ、ほんとこんな下まであるの。こんな下まで結構深めの瓶。深めすぎる。そうなんです。あら、かわいい。かわいいですよね。ね、かわいい。コップでもほんとね、かわいい。好きな味があるといいですけど、いろんな抹茶、ね、紅茶、カスタード、クリームブリュレ、パンプキン、これクリームブリュレ、はい。お、お食べになってくださいね。食べちゃうかな。いい、絶対食べたらいいと思います。あ、食べちゃわない。はい、私大丈夫です。口に合うといいです。では、いただき、はい。いただきます。うん、大丈夫でしょうか。うん、美味しい。よかったです。うん、甘すぎませんか。あ、うん、ちょうどいい。うん、ちょうどいいわね。はい、ちょうどいい。よかった。マーローっていうの。マーロー。めっちゃ好きなプリン屋さん。1984年からのプリン屋さん。すごい美味しい。美味しい。よかった。うん、いっぱい食べますもんね、徹子さん。甘いもの、うん、知ってます。うん、よかった。ぜひプリンまだまだあるので、みんなで網のありに持ってください。はい、絶対そうしてください。ありがとう。こちらこそいつも素敵な商品ありがとうございます。じゃあ後で。はい、後でまた行きます。はい、失礼いたします。ね、ありがとうございました。本当素敵な、どうもありがとう。ありがとうございます。素敵なスカート、ありがとうございます。ね、かわいいわね、大好きなの。美味しかったですか。え、美味しかったですか。プリン、うん、良かったですね。もう前に食べた。うん、とっても良かった。まだこんな残って、すごく大きいの。あ、カップ使えて可愛いですね。うん、そうなの。美味しいの、それで。でも、もう本番が始まるようですよ。食べ終わるまでは本番にはいけない。うん、いけない。いけない。召し上がってください。でも、みっちゃんがハラハラしてます。ここ垂らすんじゃないかって。すごくハラハラしてますけど。大丈夫。美味しい。そ
プーンを急いで口に持ってったからってこぼれないとは限らないんですけど できたら器を口の近くに持ってくるのがいいと思います。危ない。でも器の中に入りました今。みっちゃん冷えっていうこと言ってます。おいしい。じゃあそろそろ本番で、そうです、皆さんお待ちです。もうすごく楽しかったです。もう本当お花畑に遊びに来たくな感じがして、まあ、毎回徹子さんって思いもよらないことを教えてくれたり、もうこういうスカート何度も何度も褒めてくれたりとか、普通に生きてたら出会えない世界にいつも合わせてくれるので、本当徹子さんのとっておきの昼下がりのお家にお邪魔したような気分です。何度も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 会っても、どこに帰っていくんだろうとか、いつもどんなもの食べてるんだろうっていう想像がもう終わらない人ですね。一個も解決しないです、徹子さんのこと。もうものすごい注意しなかったことが逆にないんですけども、やっぱり私にとってその人数的にもやっぱり登場人物とか、こう言葉を発する人数っていうのがどうしてもこう何人かって出てるじゃないですか。どんな方が喋って、どんな方の言葉のお答えなのかっていうのがある中で、自分が徹子さんが頭の中で思っている世界を、自分がこの風船の針みたいには絶対なりたくなかったんですね。その時にもうこうパーンって物語が違う方向に行っちゃうみたいなことになりたくなかったので、ちゃんと徹子さんの頭の中に入ってる空気の一つだと自分は思いながら、どうやって一緒にこの学校生活を楽しんでいけるかなっていう、本当に先生側の気持ちになって考えてたんじゃないかなって思います。本当に窓際のトッちゃん、窓際のトットちゃんは本当に皆様がきっと通ってきた、そして今通ってる人、そしてこれから通る人のあの小学校時代がもう美しくも夢のようにファンタジー化のように映し出しながらも、やっぱその時の時代を教えてくれるような、私にとってはもう一度こう見たくなる、もう一度自分の小学時代を見たくなるというような、トットちゃんと自分の時代をもう一回重ねたいっていうような、本当にファンタジーのあふれるよファンタジーのあふれるアニメでした。そしてこれが徹子さんの世界なんだと頭の中をたくさん覗いてみてください。